ると思っておる。武具ならわしに任せ。ありがたいことじゃな。要はそれだけか。心。折れるでないぞ。あんたか。馬たちも歓迎してるよ。馬のことなら任せな。またいい馬を探しておくよ。来たか。一つ相談がある。以前偉人の館に焼き打ちをかけた時に医者を怒らせたのを覚えているか。ああ、その通りだ。あれ以来いろいろと考えていた。あの女の医者に言われたことをな。やはり私は恫喝をもって日の本に開国を強いた偉人を許せない。また攘夷の実行は松陰先生のご意志でもある。だがもし医者であった父が生きていれば、彼女のように偉人だろうと分け隔てなく助けただろうと思ったのだ。彼女は神田の医学所の者だし、一言謝りに行こうと考えている。お前も一緒にどうだ。悪い。一人ではどうしても気まずくてな。何か用？あなたに一言謝っておこうと思ってな。すまない。偉人の館の襲撃ではやりすぎてしまった。謝られてもそう簡単には許せない。死んだ人たちが帰ってくるわけでもないもの。先生、少し出かけてくる。部下から連絡があったんだ。この近くで我がイギリスの商人が日本人と揉めているらしい。まだ休んでいなきゃダメ。あなたは全身あちこち怪我しているんですよ。そうだな。あの時は思った以上に被害を広げてしまった。少しでも罪滅ぼしをせねば。言ってどうするつもり。正直それでことが収まるとは思えないけれど。これは俺の仕事だ。時が惜しい。いいからもう放っておいてくれ。待ってください。たのか。どうもうちの商人が馬に乗ったまま大名行列に紛れ込んだらしい。待て、それは商人に非があるぞ。なら口で言えば事足りることだろう。剣を持った大勢で取り囲むのが日本のやり方か。おそらく行列は先だって。せめて獣の目。
ここにいる。大久保さんの知り合いか。状況を説明してもらえるか。確かに俺は薩摩の行列にいたけど、今まで大久保さんを呼びに行ってたんだよ。やはりそうか。貴公がいてなぜ止めなかった。血の剣岡野が先走ったとじゃ。偉人に火があったのは聞いた。だがむやみに切ることもない。特に先ほどの商人はもう手向かう意思などなかっただろう。長州の久坂玄瑞だな。以前青鬼が襲来した際加勢してくれたのは礼を言うが、今回のことは薩摩とイギリスの問題、首を突っ込むのはやめてもらおう。馬から降りるよう言ったのに言葉が通じなかったんだ。カゴのそばまで迫られちゃ捨ておけないだろう。そういうよりうちん仲間を切ったんはおはんらかよ。苗ごてイギリスに肩入れしちょっか知らんが、冗談じゃすまんど。その件は申し訳ない。この通りだ。後日長州から正式に詫びを入れさせてくれ。このまま行かせるとでも。早く神田の医学所へ戻さねば。させねえよ。同じく切られろ。手にかけるつもりか。自分としたことが。彼なら無事に帰ってきました。あなたたちのおかげだそうですね。ありがとう。お前に礼を言わねばな。お前の方からそう言われる日が来るとは。お前が一緒でなければ素直に彼女へ謝罪できなかっただろう。あのイギリス人も薩摩に切られていたやもな。不思議だな。お前と一緒にいるとなぜか勇気が湧き出るようだ。他の同士といる時とはまた違う。私はこれからも上位の志は捨てないけれど、思い返せば松陰先生もただ偉人を切れなどとは言わなかった。ましてや日の本の民に歩み寄ってくれた偉人を傷つけるなど恥ずべき行いだ。私は家族の名を汚さぬ誠の道を歩みたい。あ、お前がいれば百人力だ。同志として共に歩んでくれると助かる。末永くよろしくな。